アイテム番号 SCP-462JP。 オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル SCP-462JP を中心とする半径 4km の地域はエリア 462JP A2、 4から 8km の地域はエリア 462JP B に指定され、中国軍の軍用地に偽装した上で封鎖されます。安全を考慮し、エリア 462JP A には D クラス職員も含め一切の立ち入りが禁止されています。エリア 462JP B 及びその周辺の警備は警備部隊ともえ、1、森林警備隊が担当しています。民間人がエリア 462JP B に侵入した場合には直ちに拘束し、クラス A 記憶処理をした上で解放してください。エリア 462JP A に侵入した場合には救助は行いませんが、生存して当該区域を脱出した場合には侵入者と同じ手順で解放してください。エリア 462JP B で SCP-462JP1 が発見された場合には戦闘機あるいは戦闘ヘリ等を使用して焼夷弾を投下して完全に焼却してください。カバーストーリーは、大量発生した害虫の一掃、滅菌作戦、軍の訓練ないし演習、お規模に応じて適用してください。また、同地域で SCP-462JP2 が発見された場合には直ちに火炎放射器で焼却処分してください。同地域で SCP-462JP3 とおぼしき生物が発見された場合には直ちに捕獲するか、不可能であれば終了させてください。2000年6月、追記 SCP-462JP1A はエリア 462JP A であっても発見し次第戦闘機あるいは戦闘ヘリ等で焼夷弾を投下して完全に焼却してください。SCP-462JP2A についてもエリア 462JP A 内の場合は確認できる限り SCP-462JP1A と同様に処理し、エリア 462JP B 内であれば SCP-462JP2 と同様の手順で処理してください。説明、SCP-462JP は、中華人民共和国、省、削除済み、にある樹木、以下 SCP-462JP1 のコロニーです。現在の面積は約、平方キロメートルです。SCP-462JP1 は上記の通り樹木です。品種は未知のものですが、葉の形や遺伝子はブナ科のそれに酷似しています。SCP-462JP1 の異常な点は、通常の樹木と同じような枝の他に筒状の、地面に対し水平に伸びた枝と見られる部分、以下、胞子、が複数存在する点です。SCP-462JP1 に口述する SCP-462JP3 以外の動く物体が近づくと、SCP-462JP1 は、胞子から種子、SCP-462JP2 を時速、km の速度、1分あたり、発の発射速度で動く物体に対し発射します。詳細な発射メカニズムの研究については、研究員作成のファイル、SCP-462JP1 発射メカニズムに関する1考察を参照してください。SCP-462JP2 は大きさ、外見等がマテバッシーの種子に酷似していますが、硬さについてはビッカース高度換算でマテバッシーの種子のおよそ倍ほどという調査結果が出ています。そのため、発射された SCP-462JP2 が人体に命中すると、場合によっては致命傷、場所が悪ければ即死という可能性もあります。地面に落下した SCP-462JP2 は通常のマテバッシーの種子とほぼ同じ過程を経て SCP-462JP1 へと成長しますが、成長の速度は一般的なブナ科の樹木のおよそ倍です。動く物体が接近するとかなりの高速で、
なおかつ大量に種子を発射する点もあり、SCP-462JP-1 の個体数の大幅な増加と、SCP-462JP の拡大が危惧されています。SCP-462JP-3 は、リスに似た外見の生物です。詳細な生態記録等はファイル。SCP-462JP-3、解剖記録、およびファイル。SCP-462JP-3、観察記録、を参照してください。これらの研究成果と、財団が回収した SCP-462JP-2 から育成した SCP-462JP-1 のみでは、発泡が起きなかったという実験結果などから、SCP-462JP-3 は SCP-462JP-1 への動く物体の接近を感知する、センサーの役割を果たしているものと考えられます。ポイ1付近住民への聞き込みなどの調査の結果、SCP-462JP は日本の NPO を名乗る集団によって、環境保護のための植樹運動という名目で植えられたものと判明しました。目下当該集団について調査中です。なお、当時集団が名乗った名称を持つ NPO 法人は実在しないことが判明しています。聞き込みの結果、我々が発見する前に、人の近隣住民が犠牲になっていたことが分かった。話を聞いた相手は言葉を濁していたが、どうもその大半はあの木を盗もうとしていた連中らしい。もしやあの性質は盗っ人対策なのか？そいつらは半分自業自得な気もするが、やはり SCP-462JP が危険な存在であることには変わりはない。博士、ポイに望遠鏡を使用した観察時、SCP-462JP-1 個体の一つにプレートがかけられているのが発見されました。内容は以下の通りです。日本生類総研 S630R92 ポイ3 2000年4月日 SCP-462JP において SCP-462JP-1 の亜種以下 SCP-462JP-1A が確認されました。SCP-462JP-1A の性質、外見は SCP-462JP-1 とほぼ同一であるものの、全体的に灰色がかっており、また金属光沢を有しています。SCP-462JP-1A が発射する種子、以下 SCP-462JP-2A は、性質、外見は SCP-462JP-2 とほぼ同一ですが、また SCP-462JP-1 ないし 1A に成長することがありません。内部には異常な高濃度の水銀やカドミウム、農薬、違法なものも含まれる、削除済み、などが含まれています。SCP-462JP-2A は SCP-462JP-2 よりも脆く、そのため人体に命中した場合人体内部で崩壊し致命傷を与える危険性があり、また重大な環境汚染が発生する危険性もあります。ポイ42000年4月日 SCP-462JP-1A の新たな性質が確認されました。SCP-462JP-1A には SCP-462JP-1 と異なり、周囲に動く物体が存在しない状況や SCP-462JP-3 が確認されていない状況下においても SCP-462JP-2A を発射する場合があることが確認されました。収容プロトコルの改定について現在議論中です。2000年6月日付で改定されました。どうも SCP-462JP-1A の発射などの過程はおかしい。あるいはもはやデタラメな乱射だ。バグのようなものが生じているのか？いや、そもそもあれの発生は植えた連中や日本生類総研の連中が予測していた事態なのか？博士。ポイ5 2000年5月
日、現在、SCP-462JP、1A による SCP-462JP、2A のランダムな発射により、エリア 462JP、A の、パーセント、エリア 462JP、B の、パーセントが重金属や農薬等で汚染されています。最近の SCP-462JP、1および1A の倉庫体数に占める SCP-462JP、1の割合の減少と、それにとって変わる形での SCP-462JP、1A の割合の増加はこの汚染が原因と見られています。収容プロトコルの改定について現在議論中です。2000年6月日付で改定されました。ポイ62000年10月日現在、SCP-462JP、1A 及び 2A の調査の結果、毒性を持つ成分の起源は SCP-462JP の隔離エリアを流れる川の上流に存在する箇所の工場であるという仮説が有力視されています。実際に SCP-462JP 1A は川付近で多く観測されています。現在川上流の工場の閉鎖及び川のせき止めの可否について議論中です。